ください。中央チームシートノックを開始してください。ノック時間は7分です。お待たせいたしました。ただいまより2019年度ジャイアンツカップ日本リトルシニア広島地区予選大会本日の第3試合、呉中央対広島北のスターティングラインナップ並びにアンパイアをお知らせいたします。呉中央チーム、1番ショートかやくん、ショートかやくん背番号6、2番サード八重尾くん、サード八重尾くん背番号5、3番ピッチャー日野原くん、ピッチャー日野原くん背番号2、4番ファースト相沢くん、ファースト相沢くん背番号3、5番レフト大場くん、レフト大場くん背番号7、6番ライト花高くん、ライト花高くん背番号9、7番キャッチャー中川くん、キャッチャー中川くん背番号15、8番センター藤原くん、センター藤原くん背番号8、9番セカンド大森くん、セカンド大森くん背番号4。引き続きまして、高校広島北チーム、1番レフト川口くん、レフト川口くん背番号7、2番ライト川添くん、ライト川添くん背番号9、3番センター浜本くん、センター浜本くん背番号1、4番ピッチャー下高くん、ピッチャー下高くん背番号2、5番キャッチャー木村くん、キャッチャー木村くん背番号10、6番ショート佐々木くん、ショート佐々木くん背番号6、7番ファースト川崎凛太郎くん、ファースト川崎凛太郎くん背番号8、8番サード港くん、サード港くん背番号3、9番セカンド川崎龍星くん、セカンド川崎龍星くん背番号4。なお、この試合の審判は球審小笠原、一塁向井、二塁谷原、三塁重森、以上4種でございます。試合開始まで今しばらくお待ちください。
残り2分です。